こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。もみじおろしさんの作品で、タイトルはサイヤ人襲来。コメント、腕組みポーズであったり、いつも描かない背景に挑戦しました。全体的に悟空と対峙する瞬間を意識した構図や色使いにまとめています。この時の原作はもっと丸い絵柄なのですが、強敵感を出すべくあえて修行したような体型と顔つきにしてみたところもポイントです。指でデジエを始めて早10年なのですが、全体的に影やハイライトの付け方、イメージに合った効果的な背景の描き方がわからないので、その他もっとこうした方がいいなどのご指摘も今後の向上のためにたくさん欲しいです。原型がなくなってもいいので徹底的にお願いしますとのことです。いや、とてもねかっこよくて、悟空と今から戦うっていうドラゴンボールにおいてもすごく象徴的なシーンなんですが、その雰囲気をねよく表現できていると思います。ただですね、色味が全体的に彩度が高いのでポップで楽しい雰囲気の絵に見えるんですが、絵の状況的にはね、これから真剣に2人が戦うシーンなので、ポップというよりもシリアスなシーンではあるんですよね。そこがちょっともったいないなと思った部分です。それと本人の作戦として、丸っこい絵柄ではなくて強敵感を出すためにシュッとした絵柄にしたよっていうコメントだったんですが、これもいくつかの理由が重なって、まだねちょっと丸っこい感じに見えてしまっているのも、この絵がポップな雰囲気に見えている原因だと思います。形の丸っこさ、そしてもう少し色味を見直すことでシリアスな雰囲気を醸し出せると思うので、よりかっこよく、そしてより象徴的なシーンにするにはどうすればいいのかという部分に着目しながら添削を進めていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、でもうですね、ご本人からは原型がなくなってもいいというね、すごく前のめりなコメントをいただいておりますので、普段はですねあまりがっつりと添削しない部分からもう早速添削をしていきましょう。はい、最初はねちょっと肌色から色味を落ち着かせていきますね。はい、こんな感じ。肌色が彩度が高いオレンジ色だったんですが、ここはもうちょっと落ち着かせた方がシリアスな見た目になると思います。それと目の形を修正していきますね。このベジータ、まあ、このままでもとても似ているんですが、よく見るとどことなく優しげな印象がするんですよね。その原因が大きくは目にあると思います。まずは修正していきますね。はい、どうでしょう。普通の人間だとここまで白目を多くしてしまうとちょっとね異様で怖くなってしまうと思うんですが、ベジータの場合はこのぐらい目を大きく見開いた方が本人の威圧的な雰囲気とマッチすると思います。それとね、細かい部分なんですが、目の玉をねこんな風に丸く描いてあげるとさらに威圧感が増して良いですね。はい、目を修正したので鼻と口もさらに威圧感をアップするように形を調整していきます。はい、こんな感じですね。まあ、ちょっとね一時的に顎が長くなってしまいましたが、目と鼻の口の部分に着目してください。比較してみるとわかると思うんですが、さっきよりも威圧感がアップして凄みが増した表情になったのがお分かりいただけると思います。表現の場合にはね、このぐらい大げさにやらないとうまく見ている人に伝わらない場合があります。何か物足りないなっていうふうに思ったら、より大げさに表情をつけてみてください。それとね、輪郭についてももう少し調整を加えます。やってみます。はい、こんな感じです。ベジータはマッチョではあるんですが、全体的に細身でシュッとしたシルエットなので、顎もですね、細く調整してみました。それとこの絵は角度的に上から見下ろしたような見下ろし構図なので、このね、顔の中身のパーツも比較的下の方に持ってくると上から見下ろすような角度が表現できると思います。それとね、おでこについてももうちょっと調整してみます。やってみます。
はい、やっぱりですね、ベジータはおでこが特徴的なので、おでこのね、この生え際の部分も広くね表現してあげた方が本人の印象を際立たせることができると思います。あとはこの髪の毛のシルエットについても、今少し丸く見えてしまっているので、ここもよりシャープに見えるように形を見直していこうと思います。こうです。はい、こんな感じですね。まあ、描いてる途中はそんなに変わらないだろうっていうふうに思ったかもしれませんが、結構ねシルエットの丸さ変わったでしょ。それとポイントとしては、形もそうですが、髪の毛の前面に入っていたこのハイライトですね。このイラストの光源はどちらかというと後ろにあるので、この部分に真っ白な一番明るいハイライトが乗っていると、少しね浮きすぎているように感じます。この部分にはあえて強い光は当てずに、うっすらとした影を乗せるぐらいに留めておいた方が違和感が少なくて済むと思います。さあ、それではドラゴンボールの象徴、相手の戦闘力を測るための装置、スカウターの形を調整していきましょう。はい、こんな感じです。いやースカウターかっこいいですよね。僕もね、子供の頃スカウターに憧れて、おもちゃ売り場で売っているスカウター、親にね買ってほしいってねだったことがあったんですが、まあ、なかなか買ってもらえず、しょうがないのでサイヤ人の尻尾をフェルト生地と綿で作った覚えがあります。僕はねお尻に尻尾を生やして遊び回っているようなね、ちょっとおかしな小学生でした。はい、いや懐かしいですね。顔の調整はこのぐらいです。次は体の調整を行っていこうと思います。まずはね、首の調整です。はい、首もですね、若干太すぎるので、もう少しシュッとしたシルエットに調整していきますね。やっていきましょう。はい、こんな感じ。微妙な違いですけどね、わかりますでしょうか。結構体つきによってもキャラクター設定が出てしまうので、本人と違って細すぎた、マッチョすぎたにするとなんかちょっと違うなっていう違和感につながってしまいますので、ここはね注意しましょう。それとこれはポージングに関わってくることなんですが、ベジータは今顔の前で腕を組んでいますよね。なので腕を前に突き出していることになるんですが、それを考えると戦闘服の肩のパーツの形が少し不自然だということがわかります。ちょっとね細かい部分かもしれませんが、大事なことなので修正していきます。はい、腕を前に突き出しているということは、肩のパーツは少し後ろにこう回転するようにひねることになるので、このようにね裏の部分も少し見えているような角度で描くのが自然だと思います。それとですね、これはちょっと気をつけるべきポイントなんですが、もみじおろしさんの描き方の特徴として、線にねこう影を含ませる、この部分ですね、こういう描き方が特徴的なんですが、ただこの部分にこのような影を含ませてしまうと、ちょっとねこうもこもこしたようなシルエットにも見えてしまいます。でもね、戦闘服の肩パーツはフラットなデザインになっていますので、ここはあえて影を描かない方が見栄えよく仕上げることができると思います。さて、肩パーツの先、腕の形についても少し見直していきましょう。やってみます。はい、
肩のパーツが後ろに回転して、よりね、この肩の部分が見えるようになったので、このように調整してみました。ここのポイントも同じで、ベジータは全体的に結構スリムなので、あまりマッチョな、太ったようなね、シルエットになりすぎないような、細マッチョぐらいの感覚で形を調整しています。結構ね、この辺の感覚って難しいんですよね。なので、描いてみたり、削ってみたりしながら、シルエットを調整していくといいと思います。それと、ここについてもちょっと太く見えてますね。お腹周りです。調整していきましょう。はい、こんな感じです。こんな感じでね、細くしました。それとこのお腹の戦闘服のラインなんですが、このお腹のパーツのカーブのさせ方に少し違和感を感じました。このお腹のパーツのラインも体のこの線に沿っているはずなので、ちょっとね、逆になっちゃってるんですよね。これも断面のラインを考えながら、このように調整していきましょう。このね、ラインの方向を間違えると、それだけで立体感が損なわれてしまいますからね。さて、キャラクター最後の調整です。下半身の形、調整していきますね。はい、ここについてはあまり大きな変更点はなかったんですが、少し角度が右に傾いていました。動きのあるイラストを描きたい場合には左右非対称にするのが効果的ですが、このイラストの場合はですね、動きではなくて象徴的なシーンを表現したいので、あえて左右対称を意識して描くと、よりイラストの雰囲気を増すことができると思います。キャラクターについては以上ですね。次は背景の添削に移っていきます。背景は夕焼けのシーンが描かれていて、色味もオレンジに統一されているので、すごくね、インパクトのある絵面になっているんですが、鮮やかさ、サイドがすごく高い仕上がりになっているので、少しね、キャラクターよりも前に目立ちすぎているような感じがしました。それと先ほどもお伝えしたように、サイドが高いとポップで明るい印象になってしまいますが、このイラストで伝えたい雰囲気はシリアスな雰囲気なので、少しサイドを抑え気味に調整した方がより、このイラストの雰囲気を見ている人に伝えやすくなると思います。まずはこの部分を調整してみます。はい、まずはね、太陽を真ん中に持ってきました。まあ、普段だったら左右非対称にした方がイラストにリズムが生まれるので良いということをお伝えするんですが、このイラストで表現したいのはより象徴的であることです。象徴的を表現するには、どちらかというと左右対称の絵面の方が象徴的である場合があります。例えばね、宗教画なんかがそうですね。ベジータの後ろから五光が差して、より特別な相手であることを演出することができると思います。ちょっとね、これだけだとおとなしいので、光のラインを追加してさらに迫力を増してみたいと思います。こうです。はい、こんな感じ。これだけでね、すごく迫力が増したような感じが伝わったと思います。それとですね、気になる部分がこの海だと思うんですが、ちょっとね、上から強烈な光が差していても水平線の部分がこんな風にね、明るくはならないと思うんです。ちょっとこの部分は不自然に見えるのと、かつベジータの顔の部分の見え方を少しね、邪魔してしまいますので、もう少しここのラインの黄色を落ち着いた色にしたいと思います。はい、こんな感じです。若干波のさざめきなんかも書き加えてあると、この場所が海であることが伝わって良いと思います。それと僕が若干気になっているのは、この岩場の色ですね。岩場の色がすごくオレンジで鮮やかなのと、草の色が緑で補色対比になっているので、それも相まってこの部分とてもね、鮮やかに見えるんです。それが原因で背景全体がベジータよりもちょっと前に出て目立ちすぎてしまっている感じがしますので、この部分の色味を調整してみましょう。まずは一部分色味を変更してみます。はい、一部だけね、色味を変更してみました。この部分ですね、この部分をサイドを押さえつつ少し青に寄せてみました。全体の演出もそうなんですが、このように
ようにサイドを抑えて少し薄くした方がキャラクターとの遠近感も生まれて、よりこの空間の広さを表現できると思います。はい、まだ途中なのでね、続きを書いていきます。やっていきます。はい、こんな感じ。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。結構ね、細部の調整に見えたと思いますが、印象自体はかなり変わったのではないでしょうか。さあ、最初から見ていきましょう。まずはキャラクターの部分の形と色の調整を加えていきました。注意すべきポイントは何といっても表情ですね。自分では十分に表情をつけられたと思っても、意外とまだやりきれていない場合があります。なんか違うなと思ったら、かなり大げさに形を変えてみると、実は意外と今まで描けていたと思い込んでいた部分が、実はまだ形を捉えられていなかった、特徴を捉えられていなかったということがあります。まあ、鳥山明先生の絵などデフォルメ表現が強い場合には特にそうなのかもしれませんね。はい、体の部分も調整してこんな感じになりました。それと今回の主題である象徴的な感じを表現するために左右対称にするというポイントもありました。作者のもみじおろしさんは、絵がより自然に見えるようにこのように太陽を左にずらして配置されていましたが、これをですね、あえて不自然に象徴的に見えるように僕は太陽を真ん中に持ってきて、ベジータの後ろから照らすようにしてみました。場合によってはね、このようにシンメトリックな構図にすることでも絵の迫力を増すことができると思います。覚えておいてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。可愛いだけじゃなくてかっこいいイラスト、皆さん描きたいですよね。でもね、かっこいいって結構難しかったりします。描いていて、なかなかかっこよくならないな、どうやったらかっこいいイラストが描けるんだろうと悩んだら、こちらの動画、気まぐれ添削118、キャラがパッとしない理由をご覧ください。この添削ではなんだかぼやっとしてしまってかっこよさが足りない場合、ピントを合わせることによってキャラクターをかっこよく演出する方法をお伝えしております。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後に、あのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてくださいね。いきますよ。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。